楽しいをシェアするデイトマゲーム部です。今日は、引き続きデッドバイデイライトをプレイしていきたいと思います。よっ、楽しみ。めっちゃ下手な私が今日もプレイするんですけど、お願いします。今日の目標は、みんなで話して、キャラクターのレベル上げに取り組みたいと思います。よいしょ。はい、で、みこしばさんが上げてくれてたんですよね、レベルを。ですね、うちのパークを開放できる部分は知ったので、助けて。逆ですね、多分決定ボタンが逆でしたね。まるですよ、プレッシャーまるですからね、決定ボタン。あ、スイッチタイプの人間なんだ。スイッチタイプじゃない、やばい。プレッシャーまるです。 A と B じゃないんでね、はい、早速間違っちゃったなので、こうね、今誰、前は多分サラリーマンでやったんですよ。そうですね、サラリーマンでやりましたけど、そ、一応そのある程度初心者向けのパークを考えて、うん、そのおじいちゃんか、おじいちゃん、いかつい、はい、いかついおじいちゃんか、その黒人の女性、うん、クローゼットのパークをいくつかちょっと開放しといたので、まあそれベースに今回はちょっとレベル上げていこうかなと。 OK です。で、次のランクリセットに備えてバチバチやっていこうかなという、よいしょ、今回の趣旨で基礎練ってことですね。そうっすね、了解しました。キャラクターレベルを上げていきたいと思います。はい、わかりました。どっちがいいですかね。あれですか、特技が違う感じですか。そうっすね、ベースの特技が違うんで、その黒人のクローデットの方は、まあ、回復系というか、白魔法、白魔法、回復魔法を使う系女子ですね。で、こちらはそっちのおじいちゃんの方はなんか文句置き去りにされたものや与えられた猶予、不滅で危機が差し迫った状況の中で彼をより強くする。おお、どちらかというと、まあ、救助系、あの釣られてる人を救助するのが得意なタイプ。なるほど、おじいちゃんですか。まあ、初心者でいくとその右上のクローデットの方がいいかな。あ、なるほど、っていう気がします。釣られるの得意なんでこっちがいいですね。新しい釣られるの得意。じゃあクローデット鍛えていきましょうか。わかりました。じゃあ本日はクローデットでいきます。みんなでクローデットのレベルを上げる。丸ね、丸で合ってる。丸です。ではプレイしていきたいと思います。はい、三角で準備完了ですね。で、準備完了。そこからです。これも準備してますか。はい、なってますね。はい、で、今マッチングしてるので、しばしばってという形ですね。ちなみに、服装とかもう変えれるかな。はい、左の一番、その下これそれちょっと A じゃない、丸で。あ、スイッチになってる。あ、プレステアに。あ、一応ね、もうある程度ベースで、すごい、パーツになる。あ、帽子かぶります。おしゃれになってる。おしゃれできる。服装も変えれます。これは服、よく言われるのが、あの左下のこれ、それがね、結構その見つかりにくいって言われてます。そういうの先言ってよ。間に合ってるじゃん。まだ間に合ってるじゃん。そういうの先に言って。まだ間に合ってる。あ、でもいいんじゃないですか。あとは何が見つからないですか。あとでも下も黒い方がいいですね。基本的に黒い方が見つかりにくいですね。あ、いいですね。そう、その組み合わせ結構鉄板ですね。見つかった。マッチしましたみたいです。じゃあちょっと早速ですね。着替え間に合ってます。私間に合ってる。あ、ここにも着替えできるから大丈夫。あ、着替えてますね。あ、でもジーパンのままですよ。あ、でも合ってる。あ、そうですか。破けてるけど大丈夫ですか。わかりました。ちょっとかまします。かましましょう。高木さん、やっちゃってください。レベル上げますわ。やっちゃってください。あ、ちょっといけるかな。緊張しますよね。はい。ね、高木さん練習しました？練習、あ、してない。あ、かしこまりました。いや、もういや、ちょっと言っていいですか？はいはいはい、あ、始まるけど言っていいですか？はい、どうぞ。はい、箱がすごい怖くないですか？パッケージが。パッケージ？あ、パッケージが超怖くないですか？ごめんなさい、私ダウンロードした派なのでパッケージとか見てないんですよね。え、
パッケージ申し訳ないです。パッケージめちゃくちゃ怖いですよ。ちっちゃい子がパッケージの DVD 見てこれ怖いって。いやもう絶対夢に出てきちゃう。マジですか。やばい、あの人殺しみたいなあのパケが。あ、まあそうですよね。こんなデザイン。背中のやつですよね。多分こうやってるやつですよね。そう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 。俺見てないわ、ちょっと後で見とこう。やばいですよ。マジで。めちゃくちゃ怖い。いわゆるデベデの、あのいわゆる壁紙とかのやつです。ああ。多分。こんな怖いゲーム届いちゃったの。びっくりしてずっとこの辺に置いてあります。もうやらへんよ。こうやって やらないじゃないですか。それは料理でね、誰もね俺にフレンド申請してくれないわけだ。あ、すいません。私もやります。忘れてました。今日やりますね。じゃあ、はい、今日ちゃんと開けますね、はい、いいと思う、いいと思う。来ました、アイアンワークスオブビザリーマクミランエステートでございます。どこか知らんけど、うん、レッツゴー。遅い。逃げる気ない。操作思い出すところか。そう。まあまあまあ、確かに確かに。はいはいはい。一旦ね。入ったり。一旦入りましょう。一旦、ね。様子見ね。ちょっと様子見よっか。出たり。はい、出たり。出たり C の？出たり、ちょっと歩いたり。ここから覗くとかはできないってことですね。あ、いないんでも誰も。あのね。ここは？あ、見えてますね。え、味方の。あの今のこの人の能力ですね。共感。そうそうそう。あ、倒さなくていい。倒さなくていい。倒しちゃダメ。倒しちゃダメ。みんなね。みんなから全否定されてる。倒しちゃダメよそれ。あ、分かった。バレちゃうから。あ、分かった。はい。はい、あ、え、ダッシュ、はい、ダウンされましたね、最近の人が、はい。あ、切られてますね。じゃあ、囲われてますね。あそこにいるってことですか。助けに行った方がいい。様子見て。あ、分かった。様子見て。ここから見てる？あ、映られてますね。やめてよ。大事な友達が。そう、悲しいけど。これあのめちゃくちゃ今更なんですけど、はい、あの殺人鬼は影出ないんですよ、ね、うん。今の能力だと見えないですね。見えるようにもなるの、うん。見えるように。あ、これは動いてる。これ今直してます。一人直してます、ね。助けたい。一緒に。もう直るじゃないですか。ポイントが加算されましたよ。レベル上がるんじゃないですか、私。で、あと誰かが助けに行くのか。助けてまだ釣られてますね。うん、あ、でも釣られる、釣り機があります。釣り機ありますね。釣り機がめちゃくちゃ対角線上に味方釣られてますね。そうなんですよ。ずっと助けには行きたいんだけど。めっちゃ端っこから攻めるじゃないですか。そう。味方の人が救出してくれましたね。あ、助けてました。はい、今はその発電機、その発電機をとりあえず回すと。どれ？いや今見えてたやん。どれ？これ？そうそうそう。いないですか？いや、まだ遠いみたいですね、うん、なんかいるかいないかは後ろ見といたらいいですよ。あ、またね、はい、逃げたらいいですか？いや、まだ大丈夫。まだ大丈夫、はい、まだちょっと直すの宣言しましょう。やばい、失敗。L1 です、はい、怖すぎて。怖い。また来ますよ、また来ますよ。いつ来ますか、あれが、ぐるりが。あの、チャリーンってなるんで、はい、ちょっと音がね、一応音が鳴るんで。え、来てたら言ってね。あれ？見えた？見えてる？見えてるよ。見えてるよ。あ、誰かが当たってた。もうお亡くなりになっちゃいましたね。慣れないしてます。あの L1 押せばいいですか、ね、押したよ。押してたよ。R1 押した状態で L1 押せばいいですか、ね、話すなと。話さないです。はい、え、ね、いたら言ってくださいね。誰かいたら言ってね。おはようございます。 R1 話さなくていいですか、ね。話さなくて手取り足取りどっちかしかできない。同じ動きができないタイプですか、一回。あ、そうかもしれない。ピアノの連弾とかできないタイプですね。致命的。ちょっと誰もいないですか。誰もいないですね。いや、これだけでも暴れてたら、はい、まあそろそろさすがにもうね、さすがに。あ、助けました。助けてくれたということは、え、助かってない。助かってない。もういい。第一人がダウン。あ、もういい。お亡くなりになりましたね。もういいですか。まだダメですか。まだダメです。あれなんですか。カラスですか。あれはカラス。カラスですか。じゃあ気になっていいですか。カラス。
でしょう。あ、話しちゃった、また話さないで。あ、そうですね、そろそろでもね、どこにいます、どこに、あ、光ってます、赤いのか、そうそうそう、ただ近くにキラーの人がいるかもしれないので、絶対いますよね、は気をつけつつ、岩の上から見なくていいですか、岩の上から見えないです、あ、見えないですか、建物が邪魔になっちゃってますね、うん、キラーがいるって目視はどこからできるかな、あとね、キラーが近くにいると、うんうん、心音がします、あの、ドクドクね、今してますか、いや、してないです、今はしてないですね、助けに行ってあげた方が、あ、でも、あ、誰かいる、その人を、あ、でも担がれてますね、うん、あの黄色い糖をね、回復してあげたいのに、あ、一人でしてるか、してる、助けなくていい、助けてあげた方が、いたよ、私いるよ、ここに、どうやって助けるのかな、何ボタン、大丈夫じゃない、大丈夫な、じゃあ行くね、はい、あの、まず救助行った方がいいかな、そうですね、うん、死ぬ可能性あるからね、みんな、私が、ちょっと敵近いですね、そうですね、この音、ちょっと敵近い音ですね、何の音ですか、どの音ですか、今のあのちょっと音楽って言ってた、言ってた、言ってた、あれがこのキラーさんの、キラーさんのキラーサウンド、近づいちゃった音です、キラーサウンドです、今いないんですじゃないですか、あ、いろ、ドゥ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 って言ってます、あ、逃げてきた、逃げてきてますね、いるってことですね、じゃあ、あ、これあのちょっと信用してますから近いですね、全然信用しないですよ、耳もちょっと、耳も悪い可能性大、うん、慣れですよね、あ、音が全然違うから今はいない、近くにいないかもしれない、うん、かもしれない、助けに行ってあげた方が、あ、多分さっきの人なんか追われてるんじゃないかな、あ、確かに、あ、あ、逃げた、いや、行ってしまわれた、これは行ってしまわれました、行ってしまわれました、あ、じゃあもうないない、ないないですか、じゃあちょっと、え、走るとき何ボタンですか、走れないのかな、いや、走るはずです、あ、もう走るとこっち来ちゃうかも、いや、まあ、まだ、まあ、まだ、まだ大丈夫です、まだ大丈夫ですか、はい、来ないと思います、遠い、うん、もう音もしてないんでね、これはそれ宝箱、ちょっと行った方がいいですか、なんかいいもん出るかも、初めて見た、え、いたら言ってくださいね、みんな、私、耳と目とか悪いから、いや、もう、致命的、致命的すぎる、開いたよ、はい、それあの、え、何、なんか持ってます、あの工具箱、これは何か意味ありますか、ね、例えば発電機とかそういうものを直すスピードが上がる、あ、へえ、じゃあ持っといた方が、まあまあそうですね、不器用な私にはぴったりですね、ぴったり、でも発電機もうないんですよ、あるって絶対ありません、これはそれは違いますね、明らかに違うよね、これは違う、違いますね、絶対発電しなかった、あれキラーさんですね、あっち行く、あっち行く、はいはいはい、なのでキラーさんの行く方とはなるべくね、逆方向、ね、はい、基本行きましょうね、これ私さっき道この道通りましたね、多分ずっとお散歩してます、そうだね、同じところそうだよね、ずっと散歩してる、これなんとなく後ろ見たり、そうですね、まあまあまあそうですね、はい、目視なるべくした方がいいですよね、はい、誰も釣られてない時はもう発電機を直すのに集中、もう、もう、もうとにかく発電機を直すゲームですから、あ、わかりました、はい、基本に忠実に、そうですね、そうですね、今いない、いないよね、うん、今いない、あ、発電機ついた、はい、もう一人の人が回してますね、友達が直してくれましたね、したこれはこれはあの直す、直すべきもの、直すべきものです、でも誰もいないですか、あ、この箱は箱で修理、早い、早い、あ、戻しちゃった、やばい助けてー、ここおるよ、ここおるよって言うてるようなもんですよ、キラーここおるよ、カラスが大騒ぎ、確かにカラスが大騒ぎ、確かにカラスもびっくりして、みんなびっくりしてますよ、あ、どうできたよ、素晴らしい、グレート、初めてできた、あんだけやればね、あれ、あんだけやればね、ちょ、褒め、褒め、あ、ね、工具箱がなくなっちゃった、なくなっちゃいました、工具箱は今使い切ってます、すげえもったいない、贅沢ね、贅沢、うん、すごい贅沢、ちょっとみんな来たら言ってください、あれ持ちかもしれない、あ、確かに、あ、誰かいる、でもこいつ、あ、やばい、あ、入りました、はい、行きましょう、走りましょう、走りましょう、走るんですか、エルミ、あ、来た、びっくりした、びっくりした、入れる、入れる、入れる、R の北東かな、お、北東、北東押してるよ、押し込みじゃないですか、
あ、釣られてる。お友達釣られてますね。お友達あのトラバサミ引っかかっちゃいましたね。トラバサミ。もうチュートリアルでもあったでしょ。あ、セルフケア。はい。あの今のセルフケアですね。痛い。今の音ね。全然違う。失敗した時の慌てがすごい。慌てんぼうすぎます。慌てんぼうさん、私の慌てんぼう高木さんですよ。そんだけ不器用な人ちょっと久々に見たかもしれない。慌てあ、どうもほら、おい、ほらやればできるんですよ。セルフケアしてると見せかけて。あ、ちょっと、あ、ちょっと、あ、ちょっと気づいてない。なのでなるべく早く直してすぐに。いいよ。あ、でもちょっと戻っちゃうかな。ちょっと、あ、秋田さんちょっと戻っちゃってますね。治った。治ったんですか。治ったかどうかは、あ、マーク今気づいてないからか。そう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 。ただキラーさんちょっともうそこ待ってそうなので、別のところにちょっと救出は無理そうかな。あ、でも見えてますね。左側にいますね。そうですね、左側にいますね、キラーさん。でも私さ、なんかずっと工具箱持ってるんですよね。工具箱ね、落とすというコマンドメジャーあるんですけど、まあそこはあの無視してください。わかりました。あんまりね、関係ないの。あ、了解です。持ってても走れないってことはないですか。じゃあないです、そんな重くないです。大丈夫だよ、そんな響きじゃない。あ、召されたな。え、されましたね。あと一騎打ちです、今から。マジ今から。え、弱小。今から弱小。これでね、あのハッチが一応ね、確かにハッチがどこかにね出るんですよ。出てるんですよ、ハッチが。ハッチはどこにあるかは、うん、まあ、ハッチ探しゲーです、もうこうなると。ハッチはなんかこうないんですか。ハッチはね、微妙に近づくとねちょっと音がするんですよ。へえ、ハッチやで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 、俺で、俺でって、そうそうそう、ここやで、ここやで、ね、姉ちゃんここやで、姉ちゃんここやで、癖強いハッチ。でもなんか場所は全然決まってないんですね。場所はね決まってないです、ランダム、ある程度ランダムで出ますね。なのでちょっと探すしかないです。うろをつくしかないってことですね。そう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 。逃げつつ、あれはあれは焚き火ですね。うん、あれは焚き火です。でも見つかってないですからね、キラーに。まだ、いやでも一回あの殺されてますから。あ、一旦、そっか。あれも治ってないけど、もう治すの怖い。もう、もう今治す時間もうもったいないですね、うん、探す方がいいですね。そうですね、ないですね。多分もうちょっと、ま、マップの真ん中かもしれない。マジ橋、あんま橋わかんないですけど。あ、これはカラスですね。それカラスですね。そんな端っこには出ないんだ。いや、わかんないですけど、うん、なんか マップのなんかこう、うんうん、ある程度のところに。静かに、カラス静かに。カラス、カラス、カラスはもう小この中は違う、中はないんじゃないですか。あ、じゃあもう本当に地上なんだ。いや、知らないですけど、どうですか。え、誰か、うん、誰も知らない。誰も知らない。誰も知らないです。どこかに湧くっていうことしか。でもいない、誰もいない。そうですね、誰もいないってことなんで。それは誰もいないです。え、箱を持った高木と箱を持った高木、殺人鬼も、殺人鬼しかもこの世界にいない。とんでもない世界ですね。ですよ。こうなったらでもちょっと一回勝ってみたいから、ちょっと頑張りますね。そうですね、ハッチレベル上げだし。ほんまですね。ハッチ、ハッチやーい、ないですね。うーん、結構ぐるっと回ったような気がするけど。え、でもマップの4分の1ぐらいしか移動できないですね。はい、多分。あ、ハッチ閉じられたので、そうなると今度あの脱出ゲートが開けられるんですよ。はい、脱出ゲートを開けて後ろになった逃げるか、うん、さっき脱出ゲートあった後ろにありました。後ろ、ちょっとあの目線上げようか。そうですね、おばあちゃんみたいな。違うんですよ、怖いんですよ、この地面がなんか血だらけなのが。左見て、もうちょっと左、そこ、あ、そこ、そうです、そう、それ脱出ゲートなので、これ左側に、左側にレバーあるんで、いるかい、いないかい。もう一旦、あー、入って。言って、はい、やっぱりありましたね。言ってよ。誰も来てない、誰も来てないけど、まあ、場所バレてるからね。あ、そうですね。あと時間との戦い。これどうすんの、どうすんの、開きましょう。あ、一応なんか、あ、来ました。あ、来ました。残念ですね。どうしたらいいの。これもうね、無理です、諦めてください。お疲れ様でした。一旦もがきましょう、一旦もがきましょう。いけ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 。もがいてるのかな。もがけもがけ。あ、抱っこされた。あ、そのエモちゃん。抱っことかエモちゃん。
サバイバー全員釣られました。釣られたから面白いです。残念です。誰も対戦できませんでした。勝てそうだったのに。これはじゃあ天国勝てそうでしたか。勝てそうでしたよ。あ、これは心意気はね、これで今ので4848ポイント一応もらえる。今回の私のプレイではレベルは上がっ、今回は全く上がらないですグレード上がらないです。失礼しました。あ、どうですか、ほら、あ、でもレベル、これは上がる、ほら、これはね、あ、なるほど、これは上がります。だからグレードは上がる。これキャラのレベルですよね。そっか、そうです。あ、レベル3。これはね、キャラというか、これはプレイヤーのレベルです。あ、なるほど、キャラではなく、あ、なるほど、なので これはもうやればやるだけだな、上がってます。なるほど、あ、こう やったことに対して色々、それパークです。あ、なるほど、能力。はい、はい、はい。じゃあ私のプレイは残念ながら失敗、残念でしたというところですねレベルも上がりませんでした。なので次は、まあ、でもあの今のポイントを使ってこれからレベル上げできるかもしれない。あ、じゃあ下地を私が作ったということで、ポイント稼いだ、ね、ポイント稼いだ。あ、なるほどです。ありがとうございます。ありがとうございます。次にじゃあバトンをタッチしたいと思います。はい、では今回は以上になります、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。